9月10日昨日サッカー日本代表頑張ったので頑張ってきます。今日も頑張りました。前回9月5日に行ったから本日9月10日中4日で行ってきました。最近ね中6日1週間ぐらい空いちゃう日々が多かったけど、何気に今日逃したらまたなんかありがたいことにちょっとねちょこちょこ忙しいので今日逃したらやばいことになってたから、今日行ってまた次中4日で金曜日行く予定だな。じゃないとまた1週間後はいろいろあるから、うん。まあまあ今まで中4日が当たり前のようにやってたけど、中6日の1週間に1回ペースでもいいやってね、自分をちょっと甘くしたら中4日のペースがハードに思えるようになってきちゃったな。まあまあやるけどさ、まあどうしても行けないね、ありがたいお仕事なりなんなりがあるときはそれは仕方ないし、行ける限りは中4日から6日の間で基本行くようにすればいいかな。どうしても行けなきゃ中7日8日それは仕方ない、そういうペースで頑張っていきたいと思います。今日も前回心に決めた7種目から5種目、もうね、5種目に変えると言ったわけですから、5種目を休憩、まあまあゆとりを持ってやったら、まあほんと時間もちょうどだった。今までの7種目何やってん状態だけど、1年以上やってきた。うん、まあまあ、ちゃんと休憩した方が頑張れる。うん、追い込める。で、自分でもそんな気持ちになるし。うん。ドイツ戦、サッカー日本代表ドイツ戦頑張ってくれたので私も頑張ってきましたよ。あいつらに負けねえようにな。そうでしょ、そういうこと。もうこうやってちょっとねじねじ袖まくってる間のここの筋肉もねあるよね。そうでしょ。力。